ケープインバネスケープケープは袖なしのアウターウェアの一種で着用者の背中、腕、胸をぐるりと垂らすように覆い首元で固定される。ケープは手の込んだ刺繍で聖地に装飾されることがある。前が閉じていないものは肩掛けにも分類できる。英語ではケープは丈の短いもの、クロークは足元まで届く丈の長いものという違いがあるが、 両方とも竹の長いものとして同義にされることもある。カッパの遊具こと、遊具カペーフランス語では、カプ、カペー家の由来ともなっている。遊具カペーは、カッパの遊具として知られる。ポルトガル語のカッパも語源は同じだが、こちらは該当を意味する。カッパは日本語に入り、カッパとなった。礼装として女性が、イブニングドレスのコーディネートに、ケープを使うことは多い。その場合の丈は、 肩まで、腰まで、足元までと様々である。丈の短いものは毛皮製もしくは毛皮の飾りをつけたものが多い。しかし近年は毛皮を使ったファッションが許容されなくなりつつあり、豪華な裏地と飾りをあしらった他の高価なケープが使われることもある。よく使われる布地はベルベット、キグ、サテンである。アメリカ陸軍の冷蔵ではトレンチコートの代わりとして、 ケープが今も使われている。彩服としてカトリック教会の聖職者が礼拝以外の公式行事で着用するフェラヨロもケープの一種である。コープはケープの形をした礼拝時の彩服である。雨具として雨具としてのケープは通常お竹が長くゆったりした大い状になっており着用者が雨に濡れないようになっている。軍用品としてケープは様々な軍隊や警察組織で 雨具として今も常用されている。ガスケープは、ゆったりした軍用着の一種で、大型のガスマスクを着用した、兵士用の雨具として、20世紀の戦争で使われた。多いとして、現代において、ケープは、床屋や、美容院で広く使われている。これは買った髪の毛やスタイリングで使う薬剤から、客の衣服を守るためである。ケープは中世で広く使われ、特に、 シャプロンと組み合わせることが多く、その後も19世紀の欧州などで定期的に流行があったりした。ビクトリア朝時代においてケープ付きのオーバーコートは男性の間で一般的だった。例えば複数の布地を重ねたケープを付けたアルスターコート、冷装普段着どちらでも使われたインバネスコートがある。アルスターコートは1920年代にケープが覗かれ、 インバネスコートは、今では捨てれた、イブニングケープ夫人の清掃の上に羽織るケープ、イブニングパーティーに来たことから、インバネスケープスコットランドのケープで、インバネスコートと組み合わせて着る、コートとケープを合わせて二重回しとも言う、オペラケープ夫人の清掃の上に羽織るケープ、オペラの感激に来たことから、サーキュラーケープ園の布の中央をくり抜いたケープ、タルマ19世紀に、 男女共に使われた肩掛け、フランスの俳優フランソワ・ジョゼフ・タルマから、トライアングルケープ三角形、または正方形の布の角を背中に垂らしたケープ、パラティンレースでできた、婦人用の小さな肩掛け、17世紀ドイツのバビエール高音な、パラティンから、ペルリーヌ婦人用の長い竹の肩掛け、元は巡礼者が用いた、ありがとうございます。